まもなく野良猫のジュンのショータイムが始まります。野良猫のジュンが皆様を残酷メルヘンの世界へ移りします。野良猫のジュンのショータイムはストーリー仕立てでお送りいたします。今日のお話は四谷怪談です。心の準備はよろしいですか？物語の扉が開きます。ご注意ください。扉が開きます。ご注意ください。待てと暮らせど、家門様は迎えに来ない。いても立ってもいられず、私は家に戻りました。そこには見知らぬ女性と家門様の姿が。私は廃れてしまったんだわ。この先一体どうしたらいいの。あてもなく夜の街を一人さまよう。私の家族が代々守ってきた家、どうにかして取り返さなければ。家に飛び込めば落ち着いて話しようというではありませんか。ご丁寧に差し出されたお茶には毒が。私を騙し、私の家を乗っ取り、私の命まで奪うなんて。3連休の度に毎回毎回やってくる台風状に足が悪い。恨めしやこの恨みで恨み殺してやる。あの世に行けば憎き家門様がいる。私はこの世に残り、女性の恨みを晴らすお手伝いをします。心当たりの方は気をつけて。夜道にお岩が立っているかもしれません。ありがとうございました。野良猫のジュンでした。SNS 各種、YouTube チャンネルもやってます。よかったらフォローしてください、はい、フォローします。ありがとうございます。この後もどうぞ引き続きお楽しみくださいませ。ありがとうございました。野良猫のジュンでした。マドンナよりかジュンちゃんがいいよ。マドンナは無理です。マドンナ忘れてたもん。マドンナ無理。今から試合しに行くから。すごい。